皆さんこんにちは、5.3 実行委員会の皆さんが毎年日比谷公会堂で、集会を持ち、ずっと憲法を守れという流れを大きく してこられた。で、高田健さん先頭にですね、この取り組みをずっと続けてこられて、国会の度ごとにこうやって院内集会、そしてさまざまな行動を取り組んでおられること、本当に心強く思っております。まず心から敬意を申し上げたいと思います。安倍政権は国会閉会中の7月1日に集団的自衛権行使容認の閣議決定を強行したわけでありますが、私本当に見ていてこれはひどいと思うのはですね、この歴史的なまさに暴挙ですよね。これを強行しながら国民の皆さんにこれまともに説明する、この姿勢は欠片もありません。今日は実は国会で今所信表明演説というのをやったんですよ。その中ではですね、集団的自衛権の主の字もないんです。ないんですよ。何の説明もない。切れ目のない安全保障法制の整備を進めてまいりますということが一言あるだけで、あれだけですね、大問題を閉会中に決めておきながら所信表明演説で説明の一言もないんですね。おかしいじゃないですか。それからこの夏に広島長崎で、平和式典がありました。被爆者の皆さん、地獄の底を見てですね、その体験を踏まえて集団的自衛権は納得してない、反対です、撤回しなさい、みんなおっしゃったわけですよ。それに対して首相の言葉っていうのは見解の相違だ。皆さん、異論を見解の相違って言葉で切り捨てるんだったら民主政治とは言えないじゃないかと私は思います。本当にですね、これだけの間違った方向に日本の政治進めながら国民にの声に批判に耳を傾けない、国民に説明するつもりもない、理解してもらうつもりもない、これ強権体質じゃないでしょうか。で、この中で今安倍政権はそれでも国民の批判どんどん広がってきます。そんな姿勢ですから集団的自衛権反対の声広がる一方ですよね。その声に押されて今度の国会には関連法案出さない、来年の国会まで一斉地方選挙の後まで先送りするという動きになっております。で、国民の皆さんの怒りに、押されてですね、一旦この問題は冷蔵庫に入れて怒りのこの声がのほとぼりが冷めるのを待とうという作戦ですが、それならばですね、我々はですね、相手を攻めに攻めて閣議決定撤回に追い込むために頑張り抜きたいと思います。で、この問題、国会の論戦、私たち随分取り組んでまいりましたが、集団的自衛権の行使というのは日本の国を守ることでもない、国民の命を守ることでもありません。アメリカが引き起こすアフガニスタン戦争とかイラク戦争のような戦争の際に、これまであった戦闘地域に行ってはなりません。この歯止めを外してですね、自衛隊が戦闘地域まで行って軍事活動を行う、戦闘地域まで行きましたら当然攻撃対象となります。攻撃対象とされたらどうするんですか。私たちが追及しますと首相は逃げますって言うんですよね。逃げますじゃ済まないでしょ。さらに追及しますと武器の使用をすると言いましたよ。この武器の使用もですね、自分を防護するための武器の使用だけじゃなくて任務遂行のための武器使用もすると言ったんです。そうしましたらね、戦闘になるじゃないですか。これを戦闘って言うんですよ。まさに海外で戦争する国づくりが正体だってことはもうはっきりしてるんじゃないでしょうか。ぜひこれはですね、私たち国会でも頑張りますが、国民の皆さんの世論と運動は本当に頼みですので、反対の声を広げに広げていただいて閣議決定撤回に追い込みたい。関連法案も立法、この立法の法案をですね、国会に持ち出せないようなそういう力関係をこの秋の戦いで作っていきたいと思います。
共に頑張っていきたいと思います。最後に一言ですね、秘密法の問題ございます。でこの秘密方法、今なお国民の皆さんは納得などしておりません。私たちこの秘密法廃止法案全国会に、提出いたしました。こう志を同じくする社民党の皆さんや、一緒にご一緒でした、それから糸数さんもご一緒に、みんなで、ここにいる人はみんなで出したわけでありますが、今度の次の国会はね、もっと広げて、さらに広げてね、今国会です。今国会はもっと広げてね、これを提出して、きちんと法案を審議させて、秘密法を廃止に追い込むために頑張りたいと思いますので、この点でも どうかお力添えよろしくお願いいたします。頑張ります。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ここで、今回は、請願署名がたくさん集まっております。それを国会議員の皆様に託したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お預けいたします。